上の子孫繁栄ってことですね、多分。お祈りし、お祈り、そうですね。もうすごいですよ、この入り口からね。あ、このことね。そうですね、はい。あ、すんごいことになってますよ。激しいっすね。はい。はい。やってきました。やってきました。名前何だったんですかね。混成なんちゃらだったって、もう。ありなんですかね。もうこのそうですね。大丈夫ですよね、ほんまに。どれが一部となってますけどね。ちょっと行ってみますかね。そうですね。じゃあ行ってみましょうか。本当に。もうやってんのかな、なんか。なんか、閉まってるんですかね。うん。まあ、こんな感じですね。なんかオブジェをここに自分たちで持ってくるっていう風習があるってことですかね。いろんなね。すごいですね、本当に。正規にまつわる病気など、ね、に対して参拝するみたいですね。ちゃんと勉強してきたんですね。でも開けれない。あ、開けれるのね。はい。どうですか。そうですね。願いを叶うといいかなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。こんな感じになってる。あらま。あ、でも雨降ってきたな。なんか縁起が悪いな。水もしてたらいい男ですかね、私は。いや、なんかスピちゃんとあるときいつも雨なんですけどね。いや、偶然ですよ。いや、さ、植木もちゃんとね、あらわ、掴んでるとこ掴んでますね、はい、そうですね、真心いただきますね。小宝に恵まれますように。はい、全くその通り。はい、頑張っていきましょう。そうですね。まあ、こんな感じですかね、だいたいね。何あれ、首。え、首、あらま、これなんか心霊っぽい。うわ、びっくりした。なんか動いたと思った。動いてるように見えた。動いてるように見えたっすね。あ、やっぱ絶対なんかあるな、ここ。うん、ここはなんかありそうですね。なんか前でも育霊神社と同じような神社の形になったもんね。育霊神社鏡に映ったあの座と二人床にあったですね。鏡に映ったあの座と二人床にあったですね。まあ、聞きました。混成大明神ですね。どうですか。まあ、小宝に恵まれる神社ってことですかね。はい、参拝皆さんしてもらいたいなと思います。岡山にもこういう場所あるんでね、ぜひ皆さん、はい、赤い山できたらフラットお立ち寄りください。そうですね、ちょっとここまで来るの大変でしたけど。そうですね、まあ、山道山道ですよね。 K4 ぐらいかな、取れるのは。うん、そうですね、だから皆さんも気をつけてください。はい、はい、というわけでまた次回もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ皆さんチャンネル登録よろしく。はい、どうも。はい。いつもスピチューブ見てくれてありがとな。これからもよろしく。